Bye.
よろしくお願いします。それでは早速自己紹介したいと思います。トップバッターはキーボー。はい、安城市のいるキャラはキーボーだけど、私の名前はキーボーです。よろしくお願いします。イエーイ。次はカノンちゃん。はい、カッキンのんきカノン好き、うすむらさき担当カノンです。よろしくお願いします。イエーイ。次はアンズちゃん。はい、あなたの心を癒します。そんな私はアプリコットエンジェル。ありがとうございます。ベンチ担当最年少のアンズです。よろしくお願いします。商店街密着アイドルです。商店街のイベントに出演したり、商店街のお店の PR をしたり、安城市や安城市の商店街活性化のための活動を9年間しています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでまず最初にメンバーのソロステージをお楽しみいただきました。ありがとうございます。ではトップバッターのあんずちゃんから。私はワーストさんの約束だからっていう曲を歌わさせてもらいました。歌詞で9周年を迎えて、ファンの皆さんにいつもありがとうっていう意味で、歌詞がすごく良かったので選びました。もう最初だったからもう本当に吐きそうで吐きそうで、でも終われて良かったです。ありがとうございました。次、多分私だよね。はい、私はハニーワークスさんの誇り高きアイドルを歌わせていただきました。選んだ理由はアンさんと一緒で歌詞なんですけど、落ち去りのところで、ファンの方とスタッフさんと家族に、感謝の気持ちを伝えられたらなと思って、この曲を選ばせていただきました。なんかめちゃめちゃ緊張して声がめっちゃ震えてて、なんかね、ちょっと自分じゃあんまりちょっと納得いってないんですけど、なんかちょっと、みんな温かく見守ってくれてて、ありがとう、嬉しかったです。ありがとうございます。私が SKE48 さんの天使のしっぽという曲を披露させていただきました。この曲はしっぽなんかフリフリさせながら踊るダンスがすごく特徴的なので、なんかそれを再現したいなと思って頑張ってつけてみました。この曲はその衣装も可愛いし曲も可愛いのですごいいいかなと思って選ん でコールとかはできないんですけど、皆さんすごい手拍子とかして盛り上がってくれてとても嬉しかったです。とても楽しかったです。ありがとうございます。はい、そして最後に私が唐揚げ姉妹さんの1,2,3 という曲を歌わせてもらいました。これは隣には皆さんがねいてくれないとダメだよというつもりで歌ってるんですけど、ちょっと今日はジムリーダーみたいな感じで意識して , 笑ってくれないよかったよ歌わせてもらいました。とっても可愛い曲なのでね、歌えてよかったです。ありがとうございました。ライブの方をお楽しみいただきたいのですが、私たちはちょっとね、着替えタイムがあるね、ちょっとだけ待ってていただきたいと思います。じゃあ着替えタイム行ってきます。